続いて佐賀飯です。今回の舞台はみやき町です。今日は野菜の話題なんですが、小林さん、野菜はしっかり食べてますか？いやー、最近野菜を食べる機会すっかり減ってしまいましたね。じゃあそんな小林さん、そして野菜不足を感じている皆さん、今日は必見の佐賀飯です。徳丸さん。はい。私も徳丸さんもそこそこな年齢になりつつありますが、もう十分大人と呼ばれる年になりましたね。はい、はい、大人になってから初めて知った食材ってありませんか？子供の頃食べたことがなかったってことですよね。はい、あるかな。エリンギとか。ああ、確かになかったかも、ちっちゃい頃。ズッキーニとか。未だにピンとこない。アボカドとか大好き。あ、でもちっちゃい頃なかったですね、確かに。そう言われてみると、未だに知らない野菜ってたくさんあるんでしょうね。はい。今回はですね、ここ宮城町で希少な野菜を何種類も作られている生産者の方を訪ねたいと思います。お、珍しい野菜。ということで佐賀飯、今回はスーパーなどではあまり見かけない希少な野菜がテーマ。訪ねたのは宮城町のハウスです。こんにちは。よろしくお願いします。生産者の園田幸男さん、2010年に地元宮城でこの農園を開きました。ここもともと田んぼだったんです。こっちと同じように。あ、そうなんですね。はい、うちの農地がここにあったもんで、うん、で最初は11頭から始めて、今は32頭あります。わお。で、なんか珍しい野菜を、はい、たくさん作ってらっしゃるというふうに聞いてきたんですけども、葉物野菜を中心に、はい、18品目、はい、もう全部ここで作ってる。そうです。あ、その中で。では、その自慢のハウスへ。なんか動物園みたいな。すごい。この一箇所だけに32と作付け面積でいうと93ある。全部です。すごいな。遊園地みたいな感じ。わー、綺麗。これ一種類じゃないんですね。そうですね。10品目ですか。緑のカーペットみたい。園田さんが栽培している野菜は、種まきから収穫までが1ヶ月から1ヶ月半ほどのもの。32あるハウスを使い、時期をずらしながら栽培することで、一年中出荷できるようにしています。しかし驚くべきは、やはりその種類の多さ。ということで、ここからは園田さんおすすめ葉物野菜コレクション。これは三等菜って言うんですけど。三等菜。はい、まあサラダでも食べれますし、あ、はい、鍋とか炒めても、まあ、美味しいでしょ。うん、ほんのり甘みが、うん、そうですね、苦味とかえぐみが少ないと思います。永遠に食べれる。この辺がルッコラなんですけど。ルッコラ。ちぎったらすぐ香りが、独特の香りがします。うん、ごまやね。おいしい。ほんとごま感とギリリ感すごい。ここまで匂いしてきますか。ね。これがスイスチャードです。スイスチャード。はい、まあ、夏のほうれん草っていうよりインスタ映えしそうな。おいしいでしょ。かじった瞬間の水分量もズバッていう感じ。ほうれん草。これがグリーンマスタードです。グリーンマスタード。はい。粒マスタードってあるじゃないですか。うんうん、あの粒ってこの辺のためなんです。これも、まあ、サラダを中心に使われると思いますけど。おぉ、結構きますね。そうですね。美味しいですよね。ちょっと油断した。これ、最初からこんなにたくさん作ってたんですか？最初はですね、4、5種類だけだったんです。うん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 。主品目の小松菜とか水菜とか、はいはいはい、そういうものばっかり。やっぱり品目をいっぱい揃えて、いつでも出せるような体制を取っとけば、海底の方も買いやすいんじゃないかなっていうところで。お客さんからこういうの作ってみたなとかいうのもあったり。あります、あります。そういうのもいっぱいあります。なかなか見ないおしゃれな野菜たちですからね。ね、ちょっとおしゃれなレストランとかホテルさんもいらっしゃいますし、うん、あと海外の方が。海外。はい、シンガポールと香港とマレーシアの方に。え、どういう需要でそうなってるんですか？やっぱり安全な食べ物っていうことで。そうか。農薬や化学肥料を使わない安心安全な野菜作りをモットーにしている園田さん、土作りには特に力を入れています。今は
廃菌症、キノコとか作った後の土台の方に廃棄されるから、それをもらってきて、もみ殻を加えて発酵させて、この土作りに使います。福岡県の大木の方でキノコの作ってる工場がいっぱいあるんで、はいはいはい、そこの方から安く分けていただいて、へえ、まあでもこれだけの頭数あるんで、そうですよね、年間200台ぐらいはトラックで持ってきてもらったりするんですけど、トラックで200台、はい、早く持ってきてくれって言うと、まだないって言われる。そうですね。それを作ってるわけじゃないですか、ね、そうそうそう、キノコを作ってるから。肥料は米ぬかやおから、もみ殻などを発酵させた植物由来のものを使っています。さらに与える水にもこだわりが。地下水を使ってます。100メートルぐらい掘ったところから汲み上げて、セフリ山系のあの綺麗な水、そうですね。お水も販売した方がいいんじゃないですか。飲みたい。あ、でも美味しいお水があるこそ美味しいお野菜ができるんですよね。そうですね。なんでまたこの一からこのハウス栽培を始めようと思ったんですか。そのサラリーマンしてる時に、私が病気になったもんでですね、はい、クローン病という病気になったんですよ、はい、難病に指定されている病気っていうところもあってですね、はい、大病を患ったことで自身の健康、さらに食の安全について考えるようになった園田さん、たどり着いたのが今の農業でした。当時子供が生まれて6ヶ月の時だったんですけど、ばっかりあの時ですね。そうです、生まれてばっかり。これからお金いる時っていう時に、もう会社辞めるって言って、うん、でこういうのを作りたいからっていうところで嫁さんに言ったら、特に反対もせず、え。で奈良県に家族で引っ越して、はい、で4年間勉強して、うん、で戻ってきて、娘さんは今、はい、13歳なんで中学2年生です、ね、やっぱりこのお野菜を食べて、そうですね、すくすくと元気に、はい、育っていくわけですね。はい、そうです。何より安心安全は食の根幹、まさに生産者の思いと願いが詰まった野菜たちです。といったところで今回はここまで。次回は採れたて新鮮野菜を使ってヘルシー料理、最近お腹周りが気になるあなた、健康診断の結果が心配なあなた、野菜もりもり食べて夏本番を迎えましょう。知らない野菜がたくさんありましたけども、まあ、農薬や化学肥料を使わずに育てるとなるととっても大変ですよね。でしかも除草剤も使わないであれだけ広い農園での草取りもかなり時間かかりますよね。うん、実は心強い味方が農園にいるんです、はい、こちら、うん、羊のシロ君だそうです、はい、このシロ君が雑草を食べてくれるということです。そうですか、シロ君縁の下の力持ちなんですね、まあ、それにしても知らない野菜がどういうふうに料理されるのか気になりますよね。次回は野菜がもりもり食べられるヘルシー料理を生産者の皆さんに教えてもらいます。では次のニュースです。